突然ですが、いつもありがとうございます。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。い、感謝の気持ちを伝えたい、ここで急に、ね、急に感謝の気持ちですこれが真面目な顔するのが一番難しい本当にちょっと苦手なんですね。はい、苦手ですね。ありがとうございます。まあ、あの日頃のですね、はい、感謝もう本当に感謝をしております。心からの感謝ね。はい、これをですね、もう込めて何かできないかということで、はい、おっと、はい、11月1日からなんとなんと大感謝祭ビッグセール、はい、開催いたします。やったー、イエーイ、イエーイ、みんな大好き、セールがまた始まるよで、今回の企画、はい、こちら、ドン、わー、すんげーじゃん、すげー、またこれいっぱいあるよ、これ大変よ、説明するの、マジ、はい、いやもうね、とりあえず説明していきますが、こんだけありますんで、ちょっと細かくね、説明していきたいと思います。はい、お願いします。で、まず一つ目、はい、はい、皆さん気になってると思います、毎年大人気カレンダー塩味のプレゼント、ありがとうございます。これがないとね、やっぱり。で、はい、2つ目、はい、大感謝祭特価大感謝祭特価って言いました。大感謝祭特価、今大感謝祭特価ちゃんと言いました、はい、大感謝祭が言えんねっていう、安なるでってやつですね、安くなりますよっていう、はい、そして3つ目、はい、ラベル福袋来ましたよ、来ました。これもね、パワーアップしてるっていう噂が、はい、これもね、去年大好評だったんですけどね。そうですね。で、4つ目、4つ目ブラックフライデーです。うお、え、ブラックフライデー、もしかして、はい、やります。あれやるんや、あれやります、あれやるんや、とんでもねえ、とんでもねえ、去年のとんでも、はい、とんでも企画ね、もう、いや、これね、みんな大好きな、やっちゃいますよと、ありがとうございます、はい、で、5つ目、こちら最後になります、はい、はい、8のつく日です。8のつく日、やろう、セールでやるかもしれない、やるかもしれない、やっちゃう、やばい、やっちゃうやるし、今回やばいよ。まあこれもですね、後で説明していきたいと思います、はいはい、今回めっちゃあるね、めちゃくちゃある、めちゃめちゃある、ね、いつも の, あのセールのねお知らせさせていただいてるんですけども、うん、それに比べて多分 2,3 個多いよね、いつもより。で、まあこのね、いろいろご企画ありますけど、うん、これをですね、順番に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします、お願いします、お願いします。もう1個目、これがまあ目玉って言ってもいいんだよね。そうやね、これはもうだって大人気すぎてもう悲しみだな。賞味表のプレゼントですね。ありがとうございます、ありがとうございます。毎年好評ですか。これはもう毎年大好評いただいております、はい、そう、ないと逆に怒られるぐらいのレベル、これは11月から配ってまして、はい、配ってると、まあ、5000円以上お買い上げで、うん、まあ、魚卓カレンダー、魚卓カレンダーはこの辺の、この辺に入れてます ね、この、はい、めちゃくちゃリアルな、そう、魚卓カレンダー、これでも毎年ご評価、好評いただいてますんで、そうなんですよ、この魚卓カレンダー、もしくは卓上カレンダーを、卓上カレンダーもさ、このちっちゃい本ね、これもうね、今ちょっと出てないんですけどね手元にないので、はい、ここに出てると思うんですけど、森田君の卓上カレンダー、これもね、毎年違うんですよ、そうそう、デザインが。今年何やったっけ。今年ね、釣りらしいよ、釣り、釣り、うん、去年は旅行、世界旅行、そうだね、世界旅行ね、うん、あれも可愛かったね。今年はなんか釣りということしか聞いておりません。めっちゃ楽しみだねいやでもこれね、結構そう、実は毎年違うんですよ、うん、デザインが。我々も楽しみで、はい、今年もきっと可愛い仕上がりになってるんじゃないかと思います。で、まあ、はい、賞味表はですね、ご購入金額関わらずにレジで賞味表くださいってことで言ってもらったらですね、プレゼントできますので、はい、ぜひお気軽にお声掛けください、はい、お願いします。あと実は、はい、ポイントアプリでも賞味表というか態度グラフというんですけど、うん、確認できます。見れます。もう今ぜひ、ね、ポイントアプリもめっちゃいろんな機能がある、ね、もうだって態度グラフだけじゃないもん、めっちゃいろんな機能がある、釣りに関する全てのことが入ってると思ってもらっても過言ではない、めっちゃいいアプリになってるので、はい、ぜひですね、はい、そちらもご利用ください。ます。これは11月1日から、はい、開始しますので、はい、数量限定です。プレゼント無くなり次第終了ですよ。プレゼントは無くなり次第終了がもう我々のもう鉄則ですから、はい、よろしくお願いします。無くなり次第、だからもう1日に来てください。そうですねなるべく早く1日に来たら絶対ありますから、はい、よろしくお願いします、はい、お願いしたいと思います。はい、2つ目は大感謝祭特価ですよ。大感謝祭特価、大感謝祭特価がすごい苦手なんです、はい、大感謝祭、噛んだね、もうちょっと
大感謝祭特価っていうのはですね、はい、日頃のありがとうの気持ちを込めまして、もうそのままですよ。季節の釣り物、ね、サオリールクーラー、ウェアですよ。こちらがもうお買い得になりますよという話です。はい、ありがとう。気持ちを価格に超えました。はい、我々ができるのはもうそれかなと一番ね、はい、思いまして、秋冬シーズンに、はい、備えたものをドカッと安くしちゃおうかなと思っておりますので、こちらも11月1日金曜日スタートとなっております。はい、ありがとうございます。これ17日までね。はい、3つ目選べる福袋でございます。はい、はい、これはもう去年も大好評でした。これね、今年もあります。めちゃめちゃ人気だったよね。もうめちゃめちゃ人気、すごかった。何が選べるって竿を選べます。まあ、こうちょっとねリストがあるんですけど、竿、うん、がこのリストの中に入ってリールも選べて、ラインも選べる。で、まあ、ちょっとその他小物もね、必要なものが選びながら、すごく全てのものが選べる福袋なんて存在する？もう中身が見えた福袋やけど。透明と思ってもらったらいい。好きなものが安く買える。めっちゃいいよね。意味が分からない。めっちゃいいよね。福袋ってこれ利益あるんか。そうそう、選べんけん安いんやん大体。どういうことなの？誰が得してるの？どういうことなの？これがね、大感謝祭かな。確かに。あ、そういうことか。そう、ありがとうございます、本当。そうね、で、なんかこう、大体の金額がね、何円から何円、うん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 、で、こう、竿がちょっとこう高いの選んだら、ちょっと金額も上がるんですけど、それでも安い。好きなものを選んでね。それでも安いですから、本当に。もう絶対でも、この竿を買おうと思ってて、それが選べる福袋にあったら、もう全部買う。もう絶対買った方がいい。絶対買った方がいい。そんなもん当たり前に。もう通常で買うより絶対買った方がいい。絶対だって、ついてくれよ。そう。貸し話しよう。めちゃめちゃ安くなる。高いよね。で、あれよね、その選ぶ、その場で選んで、その場ではいじゃないっていうのも結構楽しいところで。そうなんや。自分で選んだのが、はい、これ今、事前予約。11月1日から事前予約で、福袋はね、それを選んで、ちょっと後日にお渡し、うん、ちょっと後から来る嬉しさってあるじゃないですか。ちょっとあるよね、やっぱ。ね、でしかもこの福袋ですね、我々そのポイントの前点のポイントですね、スタッフが一緒に、はい、選ばせていただきます。一緒にっていうのが、まあ、例えばこの硬さとこの硬さ、ね、あんまり違いがないかもしれなかったりするじゃないですか。自分で見て、わ、どっちがいいかな、我々が。アドバイスって言ったらアドバイスしましょうよ。させていただきましょうよ。それはもう、いやでも実際に竿が伝統とかであれば、うん、見て決めるとか、ね、確かにそれもできる。あったりするし、もう曲げてね、じゃあこっちにしよう、じゃあこっちの番入れるっていう、結構盛り上がりますよね。あれ、お客さんと一緒にこう、我々もこっちも楽しいよね。どうにしますか。向こう行きます。選べるんですけど、どうします。めっちゃ楽しい。楽しいです。で、これもしかも去年めちゃめちゃ好評だったんですよね。で、今年はさらに増やした。やった。やっちゃうやっちゃう。もう、そう。もう最高よ。90周年らしい。今確定してただけで90周年。去年が60ぐらいなかったかな。体感60ぐらい。だいぶやね。まあ言ったらその魚種、対象の魚種も増えていくと思うので、多分ね、去年なかったけど自分がする釣り物が今年はある可能性がありますので、はい、よろしくお願いします。これ受付はいつから？これはですね、絶対間違えたらダメ。11月1日金曜日から、30日までですからね。これ予約は30日、この1ヶ月間しかできないんです。1ヶ月間予約。はい。で、いつもらえるの？これ、私が12月の20日以降。金曜日ね。そう。11月20日金曜日。金曜日以降にお渡し。はい、こちらもお間違えないように11月1日から、30日までの受付です。ポイント全店でやりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。4つ目なんですけど、はい、ブラックフライデーってあるじゃないですか。はい、結構世界的にこうやってありますね。ポイントもやっちゃおうぜっていうことで、黒金、ね、実は去年もやったんですけど、今年はですね、なんと300万ポイント山分けらしいよ。なんか300万とかあんまり言わんから笑っちゃった今。金額がすごすぎて300万ポイントをみんなで山分けして幸せになろうぜっていう企画みたいです。ありがとうございます。すごい、300万ポイントってちょっと想像できないけどな。300万円分よ。だって言った本当に300万ポイントあったら何すね。どうする山分け。今回山分けなんですけど、もし300万円をドーンって自分のところにもらったらっていう話を今からしますね。
はい、すいません、お付き合いください、ごめんなさい。俺はもうステラこっからここまで。うわーうわー、あり余るよ、えぐー、それそれでもうあり余る。そうね、どうする、全然余るよ。俺はこっからここまでやって、一番いいに止まいて使うか分からんけど家に飾る。いいね、いいね、いいね。私はね、私は作る。作る、ちっちゃいその釣り具を、あの、うん、自分の家かガレージかなんかに作る。あ、ほら今ほら24時間のさ餌蔵とかあるじゃん、うん、いつでも餌蔵あるじゃん、うん、作る。ちょっとちっちゃいの。え、釣り具をいっぱい買ってる、餌とか生かす。もうあ、ちょっとあれやね、スケールが違ったとか、あの ちょっとずつよ、そんないっぱいは300万じゃ多分足りないから。逆になるほどね、釣り道具ももちろん買うけど、そういうのをなんか作りたい。いいね、いいね。そしたら、うちよって餌持ってくる、餌やになっとる、うん、やりたい、やりたい。そんな感じですね、はい、すいません、300万でもそれぐらいの規模、はい、すごいね。でもこっからここまでして余るけどね。余る、まあ、300万はもらえんけどね。そうそう、300万円は、うん、絶対にもらえんだけど。で、山分け、山分け、300万ポイントを山分けしよう。300万ポイントも詳細がね、ちょっとまだこれ出てないんですよ。でもやることは間違いないんで、で、11月19日火曜日から24日日曜日までの期間で、どういうキャンペーンなんで、応募かと思いますけどね、去年は確か。これはでかいですね。あとは詳しくはですね、はい、ホームページで発表されますんで。ちょっと喋りすぎた。もう発表されたらぜひ、はい、ぜひこの期間もぜひ、来てくださいね。19から24、19、24、はい、お楽しみに。はい、そして最後、セール期間中なんですけど、ポイントアップデーの開催をいたします。うん、それはもう絶対行こうや。なんとですね、安くなっとるのになんとポイントもつくという。絶対行こうや、それそれ行った方がいいよ、行こうや。そう、めちゃめちゃ安いのにプラスしてポイントも付与しますよっていう。本当ですか。結構なんかこうでっかいセールの時ってポイントってね、うんうん、そうね、ポイントアップでしなかったりしてた時あった。だから月に1回だけやりますとかね。今回は実は、ね、ポイントアップデーも開催するってことで、蜂のつく日。そう、蜂のつく日も9月10月でね、やってたやつからね。やってたんですけど、158行こうや、158行こうや、158行こうや、行こうや、ポイント行こうやってなるわけですよ。158、わかりますかね。ポイントに行こうや、そう、ね、ポイントに行こうや。これが言いたくてずっと言おうと、今までほんとバカみたいに。1と5と8の月日がポイントアップデーになります。そうでございます。これをセール期間中も開催します、はい、行こうやで覚えていただきたいと思います。ぜひとも、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、方言かもしれんけど、そう、やちょっとまあ、じゃ結構言うんですよ。西日本よりかな、釣り子や、釣り子や、ね、そうポイント行こうや、そうっていうやつですね、はい、よろしくお願いします。そう、ぜひお願いしたいと思います。っていうかさ、はい、11月1日すごくない？え、すげえよ。だってポイントアップデーやろ、うん、セール開始やろ、うん、でカレンダーも配布会社、うんうんうん、そう、選べる福袋も会社、とんでもないですよね。安いし商品いっぱいある状態、フル満タンですよね、基本的に。そうですね、セール初日なの、1日に合わせても売れてないんだもの、まだあんまり良くない、良くない。ポイントいっぱい、金曜日花金やん。花金や。土曜日の釣りはもうこれで確定、えらいことなっとる。もう全部抱えた状態で、もうお腹いっぱいの状態で釣りに行けるという話ですよね。万全の準備ができるわけです。やばいよ、どうする、11月1日並ぶんじゃない。とりあえず朝本店のシフトもフルマンタンにしていや、でもそれぐらいちょっとね、激アツな日ね。いや、ほんと確かに11月全国のポイントがもうお祭り騒ぎになる可能性ありますからね。みんなテンション上げていって。でも11月1日がもう一番なんかこう熱い、ね、そうね、そうね、もうマジで行こうやって感じですよね、うん、行こうや、よろしくお願いします。ポイントに行こうや、みんなでポイントに行こうや、行こうやっていうね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、とまあこんな感じですよ、はいはい、もう盛りだくさん、めっちゃいろいろあった。大丈夫かな。大丈夫か、一応ちょっとおさらいしとこうか。そうやね、11月1日からのね、ちょっと見逃してほしくないし、はい、大感謝祭ビッグセールのおさらいをさせていただきたいと思います、はい、まず1つ目、潮見表カレンダーのプレゼント、はい、こちらですね。そうですね、はい、で2つ目、大感謝祭特価、まあ、安くなるよという話です、はい、大感謝祭特価、はい、で3つ目、はい、選べる福袋がございますよ。去年よりもパワーアップしますよ。はい、はい、まあ、我々もまだ詳細はちょっと見てないんですけど、そうですね、まあおそらくすごいんじゃないかということで、はい、で、4つ目が
ブラックフライデー、いや。はい。いや。だから300万の使い道については、ちょっと今日飲み子や。そうやね。ちょっと競技が必要だもん。いや、そうそうそう。300万やね。だけど、とりあえずどこに作るかだけ先に考えて、まあいいや。で、5つ目がですね、ポイントアップデーですよ。ね、はい、行こうやね。行こうやの日です。行こうや。158の日ですね、はい。もう覚えましたね。しっかりですね、今。ポイントに行こうや。まあ、つまり、ね、はい、つまり、もう今回もたくさん喋りましたけど、はい、11月1日が暑いということです。すげえ暑いです。はい。まあ、11月1日に、ね、来てもらったらね、もう何も逃すことなく、全て完結します。そうね。カレンダーもさすがに1日目じゃなくなる。そうね。潮票なくならないと。すごいことになる可能性もなきにしもあらず。でもね、数量限定なんですよ。そうなんですよ。なくなったら終わりなんですよ。すいません。本当に。なるべく早いです、ね。はい。よろしくお願いします。そんな感じですね。はい。まあ、気になる内容ありましたら、またちょっと動画戻ってですね、見ていただければと思います。はい。はい、まあ、それではですね、我々全国のポイントスタッフ一同、日頃の感謝を込めましてですね、今回の大感謝祭セール開催させていただきたいと思っております。はい、それでは、全国のポイントで、お待ちしてます。